皆さん、こんばんは。ようこそ堀江小学校へお越しをいただきました。河内音頭は永田道康一座と申します。どうかよろしくお願い申し上げます。堀江小学校の盆踊りはいつも2日間ありまして、今日が初日でございます。初日私で踊り納めでございますので、どうか踊りの輪にご参加いただきまして、楽しい夕べをお過ごしいただきたいと思います。ラスト10時までには終われとのことでございますので、時間いっぱいまで一生懸命に歌わせていただきます。最後の一押しまでお付き合いどうかよろしくお願い申し上げます。参りましょう。はい。この場の皆様にちょっと出ました。私はおちょこちょいな音頭取りよ。でもうまくはやれないけれども、一生懸命花の櫓の花の櫓の上よりも堀江小学校のお客様、とても幕もきっちり実際まことに見事にはやれないけれども、しばらく間の付き合いどうかよろしくお願いします。年に一度ものこの盆踊り、楽しく愉快に踊りましょうよ。はい。上よりも手もせぬ声に打ちつけて、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らねえ孫孫。歌の文句じゃ歌の文句じゃ、泣き熱と若さをも持ちまして、一生懸命こりゃ勤めます。延長ポイント出ました。ご愛嬌に何かお笑い語りましょうよ。会会美しで申すならやれかい、それかい面倒かいかい、黒いかいならどこがいかい、白いかいならホタテの貝貝、小さな貝はシジミの貝、大きな貝ならホラガイ貝、もっと大きな貝ならバンコク博覧貝貝、セイゴは厄介貝、ボンさんちょまげゆるん貝、安倍会長こんな頭できんのかい、安藤刑事は職務かい、職務は経費で落ちるのかい、今の世の中皆さん理解ができるかい。
は神田祭りの神田三回、大阪で名高い天神三回、京都で夢は祇園三回、くよくよせんとたまにゃ気楽に遊ぼうかい。女はチャボかい、魚はタコかい、お前はアホかい、まぬけかい。機嫌直しでいっぱいやろかい、酒は乾かい、ロックかい。隣の姉ちゃん気立てが良いかい、恋は使いかい、嫁にてほまかい、いいとこ行けんのかい、金持ちかい。タンスはあるかい、長持ちあるかい、月金三回、おたふくかい。そんなこと知らんかい、おうおうそうかい、私の言うてること皆さん理解ができるかい。ベビンさん、本日のおいしい屋台の飯を食らわんかい。大阪名物お好み焼きも食らわんかい。フライドポテト食らわんかい。おいしい焼き鳥食らわんかい。腹いっぱいに食らわんかい。プロからシャッシャと金払わんかい、ハロからさっさと帰らんかいって、そんなことはない。こんな冗談さておきまして、そろそろ本題へと入ろうと。はい、命をかけた紀州生まれの紀ノ国屋よ、西25歳の厄年またでも時の来るの待ち受ける。あれは貧乏か網とも指さされても、笑われてもじっと我慢の気の国や、どこを酒まく大しけに江戸へ送るはずの紀州のみかんが蔵から今夜合計16件、みかんが腐ればどうどうにもならん。そこへぶんざあんがが目をつけて、800両も投げ出して、滑るみかんを返しめ、一世一代この星に風吹けば吹け、雨降れば降れ、泣くな嘆くな女房よ、夫婦になって丸2年、今年19の新妻や10と2人の船頭と、水坂好きで家を出りゃ昨日に勝る大しけに、岩の狭間に
Thank you.
ただ日本よもそれか大体よっちゃ危ないぜ突き飛ばされる幼稚舎がね言われた時に紀ノ国屋ニコリ笑みを浮かべつつ何先導衆大丈夫じゃい手をかけて守らせたまえ万物の神守らせたまえ八大竜王と心で祈り捧げず腰をひねってさや払う一つ落としたことでさえ海神様に恐れがあるになぜにそのような金物を沈めてしまってどうなるかい怯えてたならあの怒り後ろの方に30キロは引いてなきゃ船もたん持つか持たんか度胸一つの運定めおっとっとこい船頭主重かじ取りかじ抜かるなよいよいよこれからこの話家境に入るというところも残念ながらもちょうど時間となりましたせっかく馴染んだ皆さんとはこうしてお別れしますけどまた明日もございます明日の構成を楽しみにようこそ踊っていただきましたご見物の皆々様ようこそ首拍子叩いていただきましたこのご恩は忘れません忘れた頃にはまたやりますそれではこの辺でさようならどうもありがとうございました近隣の方々もいらっしゃるということで10時までには音を止めていただきたいということでした、10時ギリギリまでやらせていただきましたけどもどうもありがとうございましたまた明日お会いしましょう永田道康石田の皆様どうもありがとうございましたどうも皆様盛大な拍手でお送りくださいありがとうございました